柴犬のリンゴロウと飼い主の3歳の娘。お互いのスペースを守り、大きなクッションを快適にシェアしています。実はこうなるまでには、うよ曲折があったんです。こちらは2年前の動画。リンゴロウはクッションでゴロンと寝転んでいる当時1歳の娘を容赦なくどかしにかかります。 やむなく場所を譲る娘涙ながらに不当性を訴えます娘はその後もあの手この手で実行支配するリンゴウを撃退しようと試みました2年がたち今では仲良くクッションをシェアする両者それどころかリンゴウはクッションから落ちた娘を心配して駆け寄ります 成長を見守ってきた飼い主は、一緒に使っても大丈夫という安心感をリンゴロウが持つようになったのではないかと話しています。